スティーブ・ムニエは、ベナンボルグーケンパラクル出身のプロサッカー選手。ベナン代表。スタッドブレスト29に所属している。ポジションは、FW。2009年に、フランスに渡り、モンペリ HSC のユースチームに入団。2012から13シーズンに B チームに昇格し、プロデビュー。2014から15シーズンにトップチームに昇格。 2014年10月28日の国内カップ戦、クープ・ドゥラリーグの AC、アジャクシオ戦でトップチームデビュー。2015から16シーズンはリーグドゥ所属のニームオリンピックにローン遺跡でプレー。同シーズン終了後モンペリエに復帰し、2019年までの契約を締結。2017年7月5日、プレミアリーグに昇格した。 ハダースフィールドタウン FC と4年契約を締結。8月12日の2017から18、シーズン開幕戦のクリスタルパレス FC でリーグデビューし、2得点を記録。同シーズンは26試合7得点を記録し、トップリーグ残留に貢献した。2020年9月9日、スタッドブレスト29と4年契約を締結した。2015年に、 ベナン代表に初招集され、2016年3月23日のアフリカネーションズカップ2017予選のタイナンスーダン戦で代表戦初ゴールを決めた。ありがとうございます。